この日は贈呈式が開かれ、島根トヨペットの勝部道成社長から坪内総合ビジネスカレッジの坪内浩一理事長に目録が手渡されました。これはトヨタが SDGs 活動の一環で始めた取り組みで、有効期限が切れこれまで廃棄していたエンジンなどの部品を活用していくというものです。新しい機能を実際のものを触れて勉強していただきたいなという思いから寄贈させていただきました。整備の知識などを学ぼうという、生徒の皆さんがいるというのは非常にありがたいことですので、そういった方たちに何かできることがないかなと思って、この教材をもらったので、車の中すべてにおいて詳しくなっておきたいなっていうふうには思います。坪内総合ビジネスカレッジでは、送られたエンジンなどを国際自動車整備士学科の実習で使うことにしています。